どうも皆さんおはようございます。工藤です。2022年7月6日の本日は水曜日ですね。はい、現在の時刻は朝の6時20分でございます。はい、おはようございます。今日も私の住んでるところはね、ちょっと天気が悪くて、はい、まあ、昨日一昨日くらいから雷が、ね、鳴ったりしてて、まあ、私昨日午後は仕事してたんですけど、もうずっと、ね、仕事中も雷ゴロゴロってなってて、で雨も降ったりしてね、はい、いましたけど、今日の朝はね、まあ、曇りかな、うん、まあ、雨は降ってないんですけど、うん、なんか曇ってて、まあ、あまり天気は良くないかなっていう感じですね。なんか台風も来てるっていうような話はね、聞いてるんですけど、うん、どうなのかな、今どの辺を通ってるのかとか、まあ、あんまり台風のニュースとかね、うん、見てないので分かんないんですけど、青森は梅雨明けはまだしてないのかな。うん、なんかね、ずっと6月は雨降ってなかったような気もするんですけど、まあ梅雨だからってね、特別降るような感覚じゃなかったんだけど、ここ1週間2週間ぐらいはなんかちょっと雨の量多いかなっていう気はしています。はい、だから全国的にはね、もう梅雨が明けたっていう場所もあるみたいですけど、青森はね、今更になってなんか梅雨がまだ来たかなっていう感じですね。はい、で、まあ天気の話はいいんですけど、今回の配信では、まあちょっと久しぶりにアニメの話をしようかなと思います。はい、まあクドラジはね、基本的にアニメの話とか、まあ、ゲーム、漫画の話が多いかなと思うんですが、ここ最近ね、ちょっとあまりアニメの話できてなかったかなと思いまして、うん、まあここ最近で言うと、そうだね、ワンピースの話した時くらいかな。うん、まあね、ちょっとクドラジがね、あの6月27日で1周年を迎えたっていう、まあ、話だったりとか、まあお便りもらったりとか、あとはちょっと私が、ね、書類を書かなきゃいけなかったりとかね、まあもろもろあって、でまあツイッチでね、ライブ配信やったりとかで、結局ツイッチからツイッターのスペースにまあ移行したよみたいな話もあったりして、ちょっとね、まあ新しいことを始めるにあたってドタバタしてたのもあって、なかなかアニメの話題とかねできなかったんですけど、まあ今ね7月入って、で7月のね夏アニメが始まりましたので、はい、で昨日から、私も7月の夏アニメを見始めたので、で今回はその昨日見た、アニメ、特にあのルビーっていうね、氷雪帝国っていう作品があるんですけど、まあ、それについてちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、でそうですね、まあ、私基本 Unext のサービスを使ってアニメ見ることが多いんですけど、はい、なのでまあ私がアニメを見るタイミングっていうのは基本 Unext で配信が開始されてるかされてないかっていうところになりますね。うん、だからもしかしたらもっと早い段階でね、見れてる人とかもいるとは思うんだけど、まあ私は私のペースで、あの見たアニメの感想だったりっていうのを話していきます。はい、そしてですね、まだね、 Unext のラインナップがまあ全部揃ってないんですよね、おそらく。うん、現時点で今の今日のこの7月6日の朝の6時23分の時点でラインナップの数はね、37作品になってます。はい、でおそらくね、50作品近くにはなると思うんだよ。だいたい Unext でマイクール確認すると、だいたい50いくかいかないかぐらいのね、作品数になるので、まあ、今年の夏アニメのクールも、まあ、おそらく50くらいはあるんで、まだね、あと13作品くらいはこれからね、まあ有名なタイトルもそうだし、まあ、あんまり有名じゃないけど、なんかちょっとしたショートアニメだったりとか、うん、そういうちっちゃいアニメ作品なんかもね、まあ、ラインナップに入ってきたりするんで、まあ、その辺がこうある程度揃ってきたらね、こうまとめて7月のラインナップのお話とかもしようかなと思ってるんですけど、まあ、今回はあくまでその昨日私が見た
アニメ作品についてこうちょっとねお話ししていきます。はい。で、私がね昨日見た作品についてなんですけど、3つかな、3つ、うん、3つ見ました。はい。まず1つがね、武蔵野っていう作品、武蔵野。こちらはですね、武蔵野は、まあ、タイトルからもわかるようにですね、武蔵野、これ私あんまり詳しくないんですけど、埼玉かな？待って、武蔵野ってどこにあるの？そもそも。地名なの？武蔵野、東京？武蔵野はどのあたり？ウィキペディアを見ると、広辞苑によると、埼玉県川越以南、川越より南ってことかな？東京都の府中までの間に広がる地域のこと。なるほど。そのあたりを、まあ、武蔵野っていうらしくて、で、アニメのタイトルがね、武蔵野っていうふうになってるんですけど、はい。まあ、3分くらいのね、短いショートアニメですね。こちらは。うん。で、U-NEXT のね、説明を見てみると、関東平野全域を意識した武蔵野、地元に命を吹き込まれたご当地アニメというふうに書いてあります。はい。なので、関東の、まあ、その埼玉近辺なのかな、関東平野全域を舞台にした、まあ、ご当地のアニメっていう感じですね。うん。今年の春アニメで言うと、ご当地アニメは、名古屋、名古屋とか、あとなんだ、三重、岐阜、静岡とかね、をテーマにした、ヤトガメちゃん観察日記の3期かな ?3 期か4期ぐらいのね、やつが入ってましたけど、うん。まあ、今期は、その武蔵野っていうね、その関東を舞台にしたご当地アニメが入るということでございます。はい。まあ、まだね、ショートアニメで第1話しか配信されてないので、3分しかね、まだ見てないんで、なんかキャラクターはたくさんいるっぽいんだけど、まだ全然ね、誰が何なのかっていうのもよくわかってなくて。うん。一応、設定としては、浦和第三高校鉄道部かなの、なんだっけな、名前がちょっと独特だったんだよな。調べじゃなくてね、なんだっけな。そうそう、なんかね、キャラクターの名前がいっぱい出てきたんだけど、もう全然わかんなくて。まあ、いろんなキャラクターがね、まあ、いて、まあ、鉄道部だから、なんか鉄道に関する話も出てくるんですかね。まあまあまあ、第1話の最後でね、鉄道部が廃部になるみたいな話もありましたが、なんかエンディングでね、埼玉かな？埼玉県民だったら、誰もが知ってるような、なんか、プールかな？プールとか、なんか、実際にリアルで存在する場所の写真がね、出てきたりして、で、ドット絵のキャラクターがなんか、踊ってるみたいな、そんなエンディングでしたけど。はい。まあ、第1話だけ見た感じだと、まあ、面白いのかどうかって言われると、ちょっとわかんないかなという感じです。うん。まあ、まだ3分しか見てないからね。まあ、なんとも言えないね。私、まあ、関東のことは全然詳しくないから、っていうのもあるかもしれないけどね。うん。関東近辺に住んでたり、あとは埼玉にね、住んでる方から見たら、なんかすごく共感できる作品なのかなとは思いますけど。はい。まあ、3分くらいなんでね。まあ、うん、まあ、見てもいいかなっていう感じはしますね。ショートだしね。これで、もしね、長いっていうか、20分以上あるアニメ作品だと、まあ、実際に面白いか面白くないかで、見る見ないを決めた方がいいかなと思うんだけど、まあ、3分なんで、3分くらいだったらね、別にその、うん。ワンクールあっても、まあ、12話だとしても、36分ぐらい。だからアニメの普通の長さのアニメ2話分あるかないかぐらいの、ね、長さなんで、まあまあまあ。まあ、ショートアニメのいいところはそういうとこですよね。うん。まあ、あまりこういうこと言うのはあれですけど、面白くなくても面白くても、まあ、3分なんで軽く見れるっていうところが、まあ、ショートアニメのいいところかなとは思いますけどね。はい。まあ、今後に期待っていう感じです。はい。第1話見た感じだとちょっとまだわからないっていう感じですね。うん。はい。というわけで1つ目は武蔵野っていう作品でございました。はい。じゃあ2つ目ね。2つ目。で、2つ目はね、
ちょっとね、癖の強いアニメだなというふうに、まあ、前々の情報からは、なんか思ってたんですけど、幽霊デコっていう作品です。はい。これね、U-NEXT で見てもらえればわかるんですけど、他のサイトではどうなってるかな？レビューがですね、U-NEXT ってレビューつけられるんですよ。星5でね、マックス。つけられるんだけど、今ね、見ると、星がね、2.5 ついてます。うん。あんまりないんだけどね。星 2.5 ってね。うん。まあ、その誰かが 2.5 つけたってわけじゃなくて、みんなの平均で 2.5 なんで、まあ、結構、辛口なレビューついてるな。まあ、レビューっていうかその、実際にね、コメントつけられるわけじゃないんだけど、結構辛口な評価されてるなっていう感じがします。はい。ですよね。だって、他の作品見ると、まあ、大体星4くらいかな。星4が多分一番多いと思うんだけど、うん。まあ、超人気作品になってくると、まあ、大体星 4.5 くらい。うん。平均してマックス5ついてることはね、あんまりないんだけど、まあ、誰かしらやっぱその、ね、面白くないとかっていう人も絶対いると思うんで、どんなに神作品であっても。うん。だからマックス5つくことはあんまりないんだけど、超人気作品でまあ 4.5、まあ、4くらいなんで、なかなかね、星 2.5 はだいぶ低いなとちょっと感じるんですよね。ちょっと他のサイトでもちょっと確認してみようか。幽霊デコ。アマプラでちょっと見てみようか。アマプラで見れるのかな？あ、見れますね。幽霊デコ。アマプラだと、レビュー2件ついて、2件か。ちょっとあんまり当てにならないかな。アマプラはですね、レビューもできて、かつね、コメントもつけられるんですけど、ちょっと読んでみようか。わ、すっげえな、これ。めちゃくちゃ長いコメント書いてる人がいる。まず一つ目のコメントとしてはね、不思議なアニメっていう風につけてる人がいて、アマプラね、デジタル世界のお話、説明不足なのでよくわからないけど、ガジガジ、ラブイなど、なんとなくわかる会話をするアニメ、今後に行きたい。まあ、そうですね。うん。私もね、1話をとりあえず見ました。で、見て、そうだね。まあ、事前情報、まあ、PV とかをね、ちょっと見てたんで、なんとなくは、内容というかね、あ、こんな感じなんかなっていうのは分かってたんですけど、なんだろう。癖がちょっと強いな、確かに。うん。まあ、さっき言いましたけど、ガジガジとかね、ラブイとかね。まあ、ちょっと子供向けっぽい感じもするけど、まあ、絵もちょっと独特だしね。絵も独特だし、まあ、ちょっと話の内容もなんとなくこう、まあ、1話だからっていうのもあんのかな。まあ、正直なこと言っちゃうと、そんなにこう興味を惹かれたっていう感じではないかな。うん。まあ、キャラデザのこともあるかもしれないね。うん、キャラデザ的なところもあるかもしれないけど、ただね、アマプラのもう一人レビューしてる人はね、星5をつけてるんですよね。ゆるい絵柄だけどストーリーの根っこが重いとかってね。そうなんだよね。まあなんか、まあ第1話だけだからね。私も見たのね。まだまだわからないことはあるんですけど、そうそう。なんか世界観はね、ちょっとした未来みたいな感じで、うん。なんていうのかな。バーチャル。うん。それこそ仮想空間でなんかいろいろやりとりしたりとか。うん。まあそんな世界観で、なんかゼロって呼ばれるね。なんか、なんだろうあれ、ハッ、超、どう言えばいいんだろうね。ハッカーじゃないんだけど、なんかラブっていう、その、なんかね、まあ、リアルな世界で言うと、いいねかな。いいねを集めた人間が、まあ、そのいいねを使って、なんかお金に換算したりとか、いろんなアイテムと交換できるみたいな世界観なんだよね。うん。だからとにかく人々はそのいいねを稼ごうと、するみたいなね、世界観で。で、そのいいねをこう、なんか、いいねにとらわれないというか、みたいなのがなんかゼロだったかな。ゼロっていうね、なんかハッカーみたいな、ちょっと謎のキャラクターが出てくるんですけど。うん。まあ、そんな感じのお話で、まあ若干確かに、こう、なんだろう。まあ、このね、
レビュー書いてる人が言ってるように、確かに絵柄はね、だいぶ緩くて、ちょっと独特なんだけど、ストーリーの部分は、もしかしたらね、ちょっと今後、どうなっていくかね、ちょっとわからないよ、ね。もしかしたらもっとすごい、なんかこう、なんか、深いものがあるのかもしれないし。絵柄は確かに子供っぽい部分もあって、子供向けかなって若干感じるんだけど、ストーリーはちょっと大人向けな気もしなくもないかなっていう気はします。はい。ですね。まあこれもちょっと今後に期待っていう感じかな。1話見て、すっげえ面白いじゃんっていう風にはならなかったかな。だからまあ3話くらいまで見てかな。3話くらいまで見て、見続けるか見続けないかっていう判断を下す感じにはなるかなとは思いますけどね。まあ、1話の感じがね、2話3話と続くようであれば、ちょっと見送る可能性もあるかなとは思います。はい、です。はい、というわけで2つ目の作品はね、幽霊デコでございました。ユーネクストのねレビューはね、相変わらず本当に悪いんで、まあもしかしたらユーネクストで見てる人からの人のあの印象としてはあまり面白くないと感じてしまったのかもね。まあ、1話だけだからね、わかんないね。今後に期待です。はい、というわけで幽霊デコでした。じゃあ最後ね、はい、まあ、今回の、まあ、スペースのねタイトルにもなってるんですけど、ルビー氷雪帝国です。はい、ルビー氷雪帝国を見ました。で、こちらはですね、ユネクストのレビュー星 4.5 ついてて、で、私も第1話見たんですけど、すごい、ね、ちょっと言葉にしづらいんですけど、アニメーションのやっぱクオリティはすごかったなっていう気はしましたね。シャフトさん、がアニメーション制作会社になってるんですけど、うろぶちさんと、あとこれ、おきがたさんであってるのかな、これ。なんて読むんだろう。確かに見たことあるんだけどね。ごめんなさい、うぶかたさんでしたわ。うぶかたとうさん。うろぶちさんと、うぶかたさん。と、この人なんだっけ。名前の読めない人がね、多いんですよ。すいません。この人は、ふけさん。ふけさんは、ブラックロックシューターのイラストレーターかな。あ、スーパーセルのメンバーの一人なんだね。スーパーセルね、私好きなんですよね。もうスーパーセルはだって、私が中学とかそのぐらいの頃から活動してるね。まあ、クリエイター集団ですよね。最近はあんまり、かな。この前なんだっけ、あのアニメ、私見なかったんだけど、あのクラシックをなんか擬人化したようなアニメありましたよね。なんだっけ、あのアニメ、さ、内山聖輝さんがさ主人公の声やってて、なんだっけ、なんか忘れたな、まふまふさんとかがなんかスーパーセルとコラボして歌歌ったり、あとスーパーセルのりょうさんがね、その楽曲をプロデュースしたりとかっていう作品ありましたけど、まあ、ここ最近のスーパーセルの活動はちょっとあんまりね、活発ではないかもしれないけど、まあ、当時ね、私が中学生の時とかは、あれか、君の知らない物語とか、化け物語のね、エンディングテーマかな、としても、まあ、柳凪さんがね、ボーカルを担当して歌ったりとかしてて、もう本当にめちゃくちゃ大活躍してたね、クリエイター集団ですけど、そんなスーパーセルのメンバーの一人のふけさんがキャラデザを担当してるのかな。あとは鈴木さん、この人誰だろう、鈴木さん、鈴木俊正さん、アニメーター、アニメーション演出家の方みたい。なるほど。で、あとはシャフト、まあ、このね、まあ、豪華なね、スタッフ陣で、日本から送るもう一つのルビーっていう風にユーネクストでは書かれております。はい。そう。あの、ルビーってさ、今回ね、ルビー氷雪帝国という形で、アニメーション、
夏アニメとして出てるんですけど、ルビーっていう作品のシリーズ自体はもうね結構前から出てるんですよね。うん、ユーネクストだとね、まあ、ちょっとねお金を払わないと見れない形にはなってるんだけど、そう、もともとはね、これは海外かな、アメリカ、そう、あのね結構昔ですよね。そうだから なんでこの夏アニメというか今になってそのなんか日本のクリエイター陣が改めてルビーを作ることになったのかっていうところちょっと気になるところではあるんだけど、うん、もともとは海外アメリカの 3D アニメーションかなんかだったのかな。うん、だからあのルビーっていう言葉自体は聞いたことはあったんですよ、作品のこともね。うん、聞いたことはあったんだけど一度もね見たことなかったんで、まあ、今回なんかその日本のクリエイター陣が、まあ、改めてルビーを作るということだったんで、まあ、私も見てみたんですけど結構面白かったね。うん、やっぱりキャラクターのデザインもそうだし、あの戦闘シーンがあるんですけど、戦うシーンがねあるんですけど、もうすんごいなんかかっこよかった、うん、めちゃくちゃかっこよかったね。うん、なのでもうすごい良かったなっていう印象なんですけど、うん、ただね私そのルビーの世界観とかもよく分かってなくて、うん、どういうあれなんだろうっていう感じだったんですけど、どうなんだろう、ルビーのその元々のネタとか世界観が分かってなくても楽しめるものなんですかね。うん、まあ第1話はどうなんだろう、あれは、まあ、若干ねなんかちょっと置いてけぼりとまでいかないけど、なんかこの人ってどういうなんか組織に所属してるのみたいな、ね、ところがちょっと思いましたけど、まあ、今後ちょっと明らかになっていくんですかね。なのであのもしねあのルビーを全く知らないっていう人は、まあ、私と同じような状態なんで、まあまあまあ一緒になんか楽しんでいけたらいいかなと思ってますけどね。うん、私も何も分かんないんで、ルビールビーっていう名前は聞いたことあるんだけど、あの内容とかについては何にも知らないんで、何にも本当に、うん、あそんな作品あったなぐらいの感じです。で一応ねルビーの公式サイトがあって、これは海外の方のルビーの公式サイトですね、うん、のストーリーのね、まあ、イントロダクションみたいなのが書いてあって、科学と魔法が同居する世界レムナントっていうね世界らしくて、でこの世界には人類や獣人、動物、そしてグリムと呼ばれるモンスターまでもが存在する。人類はグリムに長い間暮らしを脅かされてきたが、現在はグリムの討伐や治安の維持を行うハンターの活躍により平和な世界が守られていた。主人公ルビーローズ、これ早見さんが声優、声をやってるキャラクター、まあ、おそらく主人公ですね、うん、ルビーローズはひょんなことからハンター養成学校ビーコンアカデミーに入学することになり、そこで出会う仲間たちと共に一人前のハンターを目指していく。これまさにねあの第1話の内容じゃ内容ですね、うん、第1話はね主人公、まあ、ルビーローズ、早見さんが声を担当している赤いテーマカラーの女の子がいるんですけど、まあ、その子がビーコンアカデミーっていうねハンター養成学校に、まあ、入学するっていうところが、まあ、描かれていて、でルビー以外にも ねキャラクター誰だっけな、ちょっと名前がまだ分かんないんですけど、で今度はちょっと氷雪と帝国の方のちょっと公式サイト見ると、キャラクターはこれか、キャラクター、ワイス・シュニーっていうね、まあ、これは白かな、白をテーマカラー、白がテーマカラーのね、ヒカサさんが声優やられてるキャラクター、まあ、お嬢様っぽいねキャラクターがいるんですけど、まあ、シュニーっていうねキャラクターとか、あとはブレイク・ベラドンナ、うん、島村さんがね声優さんを声優担当しているキャラクター、なんだろう、何色なんだろうね、紫かな黒かな、うん、そんな感じのキャラクターがいたりとか、あとはねルビーのお姉ちゃん、うん、ヤン・シャオロンかな、CV は星水亜美さんですね、はい、が担当している、あ姉妹、お姉さんではあるんだけど異母、お母さんが違うお姉さんなんだね、お父さんは一緒ってことか、
イボ、イボ姉、なんて言うんだろうね。うん。お姉ちゃんではあるけど、お母さんが違うってことか。なるほど、なるほど。まあ、これは黄色かな？うん。イエローカラーがなんか、テーマ、カラーっぽいけどね。うん。まあ、そんな感じのキャラクターが出てきて、で、そのメインキャラクター、みんなそのビーコンアカデミーに集まるみたいなね。そんな話が、まあ、第1話でしたね。うん。本当にね、私もそれくらいしかわかんなくて。うん。氷雪帝国の方のイントロダクションをちょっと見てみようか。これか。イントロダクション、ストーリー。書いてることでも同じか。ハンターを養成するビーコンアカデミーで出会ったワイス、ブレイク、姉のヤンと共にチームルビーを結成するルビー。あ、なんかチームを組むのかな？それぞれの思いを胸にハンターを目指し訓練に励む彼女たちを今までにない新たな脅威が襲う。あ、待てよ、俺ルビーってさ、まあ、今、タイトルにも書いてあるんだけど、RWBY って書くんだけど、これってさ、もしかして、待てよ。キャラクター、キャラクター、違う違う違う、待てよ。さっきのキャラクターのページ開いて、ルビーでしょ？ルビーローズの R、うん。で、わ、ごめんなさい。うん。ワイスシュニーの W か。で、ブレイク・ベラドンナの B。で、ヤン・シャオロンの Y。で、ルビーなんだね。はぁ、なるほど。そういうことか。主人公のルビーが、まあ、RUBY でルビーなんで、なんか、タイトルね、ルビーっていうあれなのかなと思ってたんだけど、そっち違うみたいだね。そのメインのキャラクターの女の子4人いて、ルビー、あとワイス、ブレイク、ヤン、4人がいて、その4人の名前のアルファベット頭文字を取って RWBY でルビーなのね。はぁはぁ、なるほど。納得。納得納得。そっかそっか。チームルビーを結成するんだね。チームルビーを結成するルビーっていうとなんかちょっとややこしいけどね。まあまあ、そんな4人が集まってルビーっていう、まあ、チームを結成するみたい。ハンターのチームなのかな？うん。まあなんかね、ルビーのお母さんはすでにもう亡くなられているみたいなね、ことも、第1話では描かれてましたけど、なんかお母さんが何者なのかみたいな話も出てきそうな気がしますね。うん。まあでもなんか第1話でルビーはなんか落ちこぼれだなんだとかって自分で言ってましたけどね。落ちこぼれのくせにめちゃくちゃ戦闘で戦ってたけどね。うん。なんかどんだけなんか自己評価低いんだろうとか思って見てたけど、めちゃくちゃバリバリ戦ってたけどね、強盗団とね。うん。あれだけの戦闘力があってどこが落ちこぼれなんだろうとか思ってたけど、まあまあまあ、なんか、ね、最終的にはビーコンアカデミーに入学して、うん、行くみたいですけどね。レッド、ホワイト、ブラック、イエロー。やっぱそうか。そうだね。ルビーは、レッド。で、ワイスはホワイト。で、ブレイクはブラックだね。で、ヤンは、イエロー。なるほど。はぁ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 。すごいね。だからその辺も考えられて名前とかも、付けられてるのかね。ルビーとかワイスとかブレイクとかヤンとかね。アルファベットのなんかその、カラーのね、アルファベットと、なんか、合うように作られてるのかね。いや、この辺の情報も本当に私初めて知ったんだけどね、本当に。うん。ウィキペディアとか見るとね、ま、いろいろ書いてあるんだけど、ま、ネタバレも含まれてる可能性あるね、でもね。うん。ま、あんまり見すぎるのも良くないかもしれないね。内容はどうなんだろうね。イントロダクションは確かに同じだったけど、その、これまでさ、アメリカで描かれてきたルビーの、そう、ボリューム1、2、3、4、5、6、7、8、
8まであるんだよね、ボリュームが。そう。まであって、その内容と同じなのかな？あのね、でもね、その、アメリカで作られたルビーのボリュームじゃない、ルビーはですね、3DCG のアニメーションなんですけど、あの、個人的にね、まあみんながどう思うかはわかんないけど、個人的にキャラデザちょっとどうなってんのっていう、キャラデザっていうか、まあ 3D モデルなのかな、ちょっとやっぱ違和感あるんだよな、なんか。ちょっとね、それ見ると、これ大丈夫かってちょっとなっちゃうかな。なんかね、まあ、悪いわけじゃないんだろうけど、まあ、ユネクストだと有料だからね、もう有料でお金払ってまで見るもんかなっていう、ええ、まあ、アクションシーンとかどうかわかんないよ。わかんないけど、ちょっとキャラデザのね、3D モデリングの部分なのかな。にちょっと違和感、あるね、あります。まあ、なので個人的にはだから今回ね、氷雪帝国でアニメーション化してくれたのはすごく嬉しいね。私がだからルビーをなんか触れるきっかけになったんじゃないかなと思います。ちょっと海外のね、そのキャラデザというかはちょっと私受け付けないかな。なんとなく。まあみんながどう思うかはわからないけど、私個人的な意見としてはちょっとね、受け入れづらいかなという気はします。はい。なので、まあちょっと私みたいにね、そのアメリカのルビーの作品ちょっとキャラデザがなとかさ、内容、まあ内容は私知らないけど、内容がなとかって思ってた人は、まあ、今回のね、氷雪帝国をきっかけにルビーに触れてみるのありかなと思いますね。まあ、結構豪華なね、キャスト陣じゃねえ。まあ、キャストもそうだけど、あの、スタッフ、キャストだったりスタッフだったりが揃ってますので、すごいね、創作画監督4人もいるんだけど、すごっ。音楽は2人、アニメーション制作はシャフトさんでしょ？そう、声の出演もね、めちゃくちゃ豪華でさ、さっきの4人で行くと、早見さんと、氷笠さん、島村さん、星水さんとか、あとは第1話ではまだ出てきてないと思うけど、下野さんとか、須崎さんとか、豊口さんとか、斉藤さん、井上和彦さんも出てきましたね。浅野真澄さんとか、安倍総一さん、ハムさん、前野智明さん、堀内健雄さんも出てましたね。堀内健雄さんは、ルビーとヤンのお父さんかな、確か。あと、ミキさんも出てましたね。ミキさんは、なんか強盗団のなんかリーダー格みたいなキャラクターでしたけど、はい。あとは、七海ひろきさん、かな、とかとか、本当にね、キャスト陣も結構豪華なんで、すごい楽しみだなと思いますね。はい。まあ、ワンクールで終わるんかね、どうなんだろう。まあ、なんか、アメリカのルビーね、ボリューム8まであるから、しかもね、ボリューム一つがね、結構映画並みに長いんだよね。2時間近くあるんだよ。それがね、ボリューム8まであるんで、まあ、結構作品としては長いんじゃないかなと思うんだけど、日本的なキャラクターとアメリカ的なストーリーのダイナミズムが融合、クールジャパンの逆輸入、希少な成功事例。これ成功したのかな？どうなんだろう？YouTube で7000万回再生とか書いてるけど、まあ世界のレベルで言うと、まあ7000万回ぐらいは行くんじゃないかなって気もねしますけど、まあでも2012年の話だからね、一番最初のルビーのボリュームがあって、まあその当時に出たアニメーションとしてはまあ画期的だったのかもしれないね。ちょっと今見るとやっぱ他のアニメーション作品と比べるとね、ちょっと見劣りすることもあるかもしれないけどね。今回の氷雪帝国ってどうだったかな？ 3DCG って使われてたっけな、まあ、結構最近ね、その完全に全部 2D っていうよりは、そのやっぱ動きが激しい部分だったりね、戦闘シーン、アクションシーンだけはこう 3D
CG にねして、こう結構うまく使い分けてるアニメーション結構多いなとは感じるんですけど、でも一昔前と違って結構 3DCG のさ、こうアニメーションの技術というか、かなりねクオリティが上がっててさ、あんまり違和感ないんだよね。うん、特に最近多く使われてるなと思うのはやっぱアイドル系のアニメかな。ラブライブとかもそうだったし、あ、なんだ、ラブライブ、アイドリプライドもね、まあゲームもそうだけど、アニメーション、そのね、キャラクターたちが歌ったり踊ったりするシーンとかは、3D のね、キャラクターモデルが踊ったりとかする感じでしたし、うん、本当になんか、私もね、最初は 3D モデルのアニメってちょっと受け付けてなかったんだよね。ちょっと昔の話ね。だったっけな。でもね、あれなんだっけ名前、三次元さんのね、あのアニメなんだっけ、やばい名前が出てこない、アンジェラさんが歌ってたやつ、あの宇宙をテーマにしたやつ、あーなんだっけ、ちょっと待って、アンジェラさんのさ、あれなんだっけ、アンジェラさんのファフナーじゃない、なんかは、なんだっけな、あ出てこない、待てよ、アンジェラさんのディスコグラフィーとか見ればわかるかな、アンジェラさんが歌を歌ってるのを覚えてるんだよね。あとはね、待てよ、それなりに昔だと思うんだけど、アジンじゃなくて、まあアジンもそうだね。アジンも、アニメーション会社確か三次元さんじゃなかったっけ？ポリゴンピクチャーズだったっけ？あ、シドニア、そうそうそう、思い出した。シドニア。うん。シドニアの騎士っていうね、作品がありまして、シドニアの騎士っていつだ？シドニアの騎士ってもともとアニメやってたのいつ？アニメ版第1期2014年か。ということは6年、8年ぐらい前だね。うん。そう、8年ぐらい前にやってたシドニアの騎士っていう作品があるんですけど、まあ、今回はね、そのルビーとは全然直接関係ないと思うんだけど、二瓶勤先生だ。そうそうそう。二瓶勤先生。当時ね、桜彩音さんが出てて、そう、あと、あ、ルビーにも出てる須崎彩さんがね、出てるんですけど、が2人でね、シドニアの騎士の、まあ、ラジオやってて、そういろいろねラジオも聞いたりしてましたよ私。あれアヤネル出てたよね。あれ出てなかったっけ？あれ？ちょっと待って、アヤネル出てなかったかな？これ私の勘違いかな？ちょっと待って。あれ出てないかも。あれ？須崎さんが出てるのは覚えてるんですけど、あれ？ちょっと待ってよ。なんか勘違いしてる私。シドニア、待てよ。全然関係ないけど、ラジオでしょ。シドニアのラジオって、あ、出てる出てる、そう。アヤとアヤネの秘密の光合成ってやつね。そうそう、ありましたね。合ってる合ってる。よかった。記憶の違い、もう間違いじゃなかったわ。うん。まあ、そのね、全然関係ないけど、その、シドニアの騎士っていう作品があって、まあ、それがね、まあ、いわゆるその 3DCG のアニメーションなんですよね。あ、三次元さんじゃない。ポリゴンピクチャーズか。ピクチャーズさんか。あれ三次元さんってなんだっけ、あれなんかいろいろ記憶が混濁してるな。三次元アニメーション。アニメ会社。三次元さんってなんだっけ、三次元さんはバンドリか。あれ、バンドリもさ、昔は 2D のアニメーションだったっけ、どうなったっけ、忘れたな。もうね、最近のね、バンドリのアニメは、もう、全部ね、もう三次元さんが 3DCG のアニメーションで作ってますけど、今すごいよね、3DCG のアニメーションのクオリティね、本当に。そう、最終的に言いたいのはそこなんだけど、
私はそのだからシドニアの騎士でポリゴンピクチャーズさんが作ったもうフル 3DCG アニメーションシドニアの騎士を見て、あ、 3D のアニメーションってもうここまで来たんだと、うん、まあ、こんなに 3DCG でもこんなに面白いアニメって作れるんだなっていう印象を受けたのはだからシドニアの騎士でしたね、うん、そこからはもう 3DCG のアニメだからって言って毛嫌いせずに見るようになりましたね、うん、それまでのやっぱりその 3DCG に対するちょっと偏見じゃないけどなんか3DCG? みたいな。なんか違和感ありまくりのアニメなんでしょうみたいなね。感じだったんだけど、もう、今となってはね、もう当たり前になってきたからね。うん。そうそう。最近ちょっとね、見始めてる。それこそ、VTuber のさ、ホロライブかな。ホロライブのね、アニメがあるんですけど、私も最近見始めたばっかなんで、まあ、にわか中のにわかなんですけど、ホログラだったかな。ホログラっていうね、そのホロライブに出てくるキャラクターたちのなんかちょっとしたアニメーションみたいなのがあるんですけど、まあ、それのねアニメも全部こう、まあ、VTuber たちですから 3D モデリングのキャラクターたちがね動き回ったりするアニメで、うん、いや本当に 3DCG のアニメってもうすごいなと思いましたね、まあ、私はアニメーションをね自分で作ったりすることはないしやったこともないからね、その 2D のアニメーションの方が作りやすいのか、それとも 3DCG のアニメーションの方が、まあ、作りやすいのかみたいな、うん、まあどれくらいコストがかかるのかっていうことに関しては全然わかんないんだけど、うん、まあやっぱりそのダンスシーンとかアクションシーンとか動きの多いシーンをやるときはやっぱ 3DCG の方がやりやすいのかなっていう気はしますよね。うん、実際だってそういうシーンで3DCG、3D モデルがね、動いてること結構多いなって感じるんで、うん。よく使われてるってことは、そっちの方がやりやすいからそういう風にしてるんじゃないかなと思うけどね。うん。まあ、昔ながらの、ね、やり方で、ジブリみたいに、宮崎駿先生みたいに、もう一個一個超丁寧に、ね、手書きで描くアニメーションもやっぱりいいなとは思うけど、まあ、やっぱそのコス、的な部分とか効率的な部分でいくと、まあ、3DCG とか使ってアニメーション作った方がまあいいのかなっていう、ね、気もしますけどね、うん、まあ、全部をねフル3D にする必要はないとは思いますけど、まあ、シドニアみたいに全部フル CG3DCG の、ね、アニメもありますけど、最近はどっちかっていうと結構使い分け、うん、動きの激しいところは、まあ、3DCG にしたりとか。あとはなんかね、あれだね、モブキャラクターがたくさん出てくるシーンとか結構 3DCG 使われたりしてますよね。うん。なんかあんまりその、アイドラ系のアニメとか、動きの激しい、なんか、シーンが多くない作品とかでも、なんか、例えば学校のさ、シーンとかで、モブキャラクターがいっぱい歩いてくるさ、みんなが登下校するシーンとかって、モブキャラクターいっぱい動くじゃん。なんかああいうシーンってやっぱりその一個一個 2D のイラストで描くと大変なのかなって思うんだけど、まあ、3D モデルでねこうテク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 歩かせるみたいな、うん、シーンもあったりして、あ、やっぱりなんか 3D でやった方が便利な部分ってあるのかなっていうふうには思いますね、うん、本当に何のアニメの制作知識ないですからね、個人的にアニメ見てて感じる、まあ、感想です。はい、というわけで、まあ、ちょっといろいろ話それましたけど、はい、まあ、昨日見たテレビアニメ、うん、ルビーについてでした。はい。というわけでね、まあ、昨日見たアニメはまとめますと、一つは武蔵野。で、もう一つが幽霊デコ。で、もう一つがルビー氷雪帝国でございました。はい。というわけで、昨日ね、三つ見たんですけど、今日はね、からはね、まあ、今日見ようかなと思ってる作品をちょっとね紹介しようかな。はい、今日更新されてる作品はですね、まあ、今日7月6日なんですけど、7月6日、さっきちらっと見た感じだと、ちなみに言っとくと、森のくまさん冬眠中っていうね、アニメがもうUNEXTで見れるようになってるんですけど、こちらはですね、毛も耳かける癒し系かけるイチャラブって書いてあって、
新感覚の擬人化 BL アニメなので、ちょっと私は、まあいいかなっていう感じですね。ごめんなさい。ちょっと私 BL に関しては、まあ偏見ってわけじゃないんだけど、まあ私が見るものではないかなと思ってるので、ちょっとごめんなさい。これに関してはちょっと評価のしようがないですね。はい。ちょっとこれぐらいにしとこう。ちょっと全然ね、話せることもないので、はい。なので、今日は、どれだっけな。あれ？どこだっけな？なんかもう1個あったんだよな。1個じゃない。2つぐらいあった気がするんだけど。待ってね。どこだ？さっき見かけたんだけど、あ、そうだ。プリマドールもアニメが、ね、入るんだよね。今期ね。そうそう。プリマドールはね、今私がゲーム実況してるヘブン・バーンズ・レッドを手掛けている、まあ、ビジュアルアーツさんが手掛けるアニメーション。手掛けるっていうか、原案かな？原案がキービジュアルアーツなんだね。あれ？どれだっけな？あ、そう、リコリス・リコイルがまず一つ目かな？で、あと一つあったんだけどね。なんだっけ？リコリス・リコイルと、あ、エンゲージキスだ。そう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 。エンゲージキスね。はいはい。この二つかな、今日は。とりあえずね、更新されてそうなので、エンゲージキスとリコリス・リコイルの2作品を今日は見てみようかなと思います。これ両方とも A1 ピクチャーズですよね。アニメーション会社。ですね。はい。なので、明日の配信はもしかしたらね、エンゲージキスとリコリス・リコイルを見た感想をお話しできるかなと思いますけどね。まあ、こちらは2作品ともね、やっぱキャラクターがとにかくね、可愛い。女の子がとにかく可愛い作品なので、まあ、ちょっと楽しみではありますね。超個人的な主観ではありますけど。はい。まあ、ストーリーが面白いかどうかは、まあ、実際に見てみないとわかりませんが、まあ、キャラクターデザインとかの部分でいくと、まあ、かなりね、好みなので、はい、見ていきたいなと思っております。はい。あとは、まあ、夏アニメとして始まったわけではないですが、まあ、春アニメでね、まだ終わってない作品、まあ、くのいちつばきのね、胸の内とか、まだ終わってませんので、今日最終回かな、13話、入ってますので、まあ、それも見ようかなと思ってますけど、はい。という感じでございます。はい。久々にね、ちょっとアニメの話をして、ちょっと楽しかったな。はい、まあ、こんな感じで本当に私ね、アニメ、マイクールね、30本くらいは見てるかなと思うんですけど。あ、そうだ、あとね、春アニメがね、もうだいぶ最終回を迎えた作品も出てきましたので、もう少ししたら、春アニメのね、振り返りなんかもやっていこうと思ってます。はい。だいたい30作品くらいあるんで、何回かね、やってるんですよ。このアニメ振り返りって。やってるんだけど、もう一気にやるとね、もうね、1時間をと、もう軽くオーバーしちゃうので、まあ、前半後半に分けて2時間レベル。そう。前半1時間、後半1時間で、まあ、2時間レベルになってるので、だいたいいつも。なので、今回はちょっとそれを踏まえて、前編、中編、後編に分けて、まあ、だいたい10作品ぐらいのふうに分けて、ご紹介していこうかなと思っております。はい。まあ、なので、1時間はいかないとは思うんだけどね、まあ、その分、前中後編になってるかなと思う。ちょっとあんまりうまく言えないんだけど、になってるかなと思いますので、はい。ちょっとお楽しみにっていう感じで。はい。という感じですかね。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。